二つのスピカは、ヤギ沼マによる漫画、また、それを原作とする、も月智光と監督のテレビアニメ作品、ノベライズ、およびテレビドラマである。宇宙飛行士を目指す五人の少年少女が成長する姿を、彼らの友情や宇宙への思い、過去との葛藤を中心に描いた SF ファンタジー作品である。二つのスピカの連載は、メディアファクトリー発行の 月刊コミックフラッパーで2001年10月号から2009年9月号まで行われた単行本は全16巻。ヤギ沼公は連載開始前、同志2000年7月号から2015年の打ち上げ花火をはじめとする5本の読み切り短編を発表している。主人公が中学校を卒業するあたりから始まる本編に対し読み切り短編は小学校から中学校時代を 描いていてるこれらの作品は、厳密に言うと、二つのスピカではないが、短編の設定を引き継いで本編が描かれているため、現在では、二つのスピカの一部分として扱われている。これらの短編は、単行本の一巻から三巻に収録されている。上記の他に書き下ろし短編の350番テーブルのスピカがあり、アニメ設定資料集に収録されている。 2010年、日本初の有人宇宙探査ロケット、シ死号が打ち上げられた。しかし、上昇中に補助ブースターが爆発、飛行停止システムも作動せず、シ死号は、鴨川隅の住むただが、浜市街地に墜落する。搭乗員は全員死亡、民間人にも多数の死傷者を出す、大惨事を引き起こした。これにより、日本の宇宙開発は大きく遅れることになった。 数年後、この事故で寝たきりとなっていた母親を亡くした、あすみの前に、獅子号の登場員だった、高野の幽霊であるライオンさんが現れる。ライオンのかぶり物をした彼の姿は、不思議なことに、あすみにしか見えなかった。彼は一人ぼっちだったあすみに、自らが果たせなかった宇宙への夢を語った。その話を聞いて、ライオンさんと、 ある約束をしたアスミは大きくなったらロケットの運転手になると心に誓う。ある夜ライオンさんはアスミに乙女座のアルファー星スピカの話をした。スピカが連星であること、二つのスピカが支え合って一つの輝きを生んでいること、どちらか一つが消えてなくなるまで。ずっと一緒にいてほしいというアスミにライオンさんはそこに星がある限り一緒にいると答えるのだった。 中学卒業後、新設されたばかりの宇宙飛行士、養成高等専門学校、東京宇宙学校に進学したアスミは、そこで同じ夢を持つ、かけがえのない仲間に出会う。様々な困難を乗り越えながら、アスミは、仲間と共に宇宙を目指して進んでいく。2003年度にアニメ化され、NHKBS2 の衛星アニメ劇場の枠内で、全20話が放送された。 当初は4、3標準サイズでの放送だったが、後に教育テレビのデジタル放送にて、ハイビジョンで放送。以降も、BS2 や E テレのマルチ放送を、CS 専門チャンネル ATX で再放送されている。アニメ制作時の原作の進行状況に合わせて、原作コミックスの1巻から6巻の冒頭までが、アニメ化された。おおむね原作に沿った形で、 アニメ化されているが、省略されたエピソードがあるほか、結末はアニメオリジナルの展開になっている。キャラクターデザインにはあまり原作の雰囲気は残っておらず、アニメ向きにアレンジされたキャラクターが多い。連載開始前の読み切り短編は、2015年の打ち上げ花火を第一話に配置し、他の話もストーリーの途中に挟み込む形で制作されている。 ヤギ沼マがエンディングのイラストを描いている。2009年6月18日より7月30日まで毎週木曜日20時20時45分に NHK 総合テレビのドラマ8枠で放送された。全7回、桜葉の波は連続ドラマ初主演となる。英語版のコミックはバーチカルインクから全14巻で発行され、アメリカの青少年文学賞であるセブルズ、 チルドレンズヤングアダルトブロガーズ、リテラシーアワーズの2010年のグラフィックノベル部門のトップ5のファイナリストに選ばれた。英語圏の本で占められる同賞の選書に日本からのコミックが選ばれたのは異例。このためアメリカの多くの公立図書館にも置かれている。https やややす、wordpress.com2011-01-01-2010 セブルズファイナリスツ。 ありがとうございます。